はい、皆さんこんばんは。今日はですね、こんなバカでかいジョッキを持って、まあ久々にですね、ちょっと飲んでこうかなと思うんですけども、タイトルであった通り、今日から僕はしばらくお酒をですね、断ちます。しばらくお酒を断ちます。まあ、大体僕はですね、普段から何もない時はほぼ毎日晩酌をします。晩酌をするんですけども、まあその晩酌ともですね、今日から約2ヶ月ぐらいかな、お別れしますので、まあとりあえず乾杯していきましょう。乾杯。うめえ、うまいっす。まあ大体いつもお家で飲むのは、僕はもうもっぱらハイボールですね。一時期ビールとかも飲んでたんですけど、まあなんかほんとビールばっかり飲んでるとビールっぱらになって、まあやっぱ糖質っていうんですかね、あれが高いのか。ウイスキーは何気に多分糖質とかはほとんどないんですよね、多分。っていうのもあってウイスキーを飲んでおります。で、なんで、まあ、そもそもお酒を断つかって言いますと、まあ、近々、まあ、その理由に関してはお話しさせていただきます。話さねえのかよってはちょっと思うかもしれないですけど、すいません。そこはお酒だけじゃなくて、普段はタバコも吸うので、まあ、合わせてそのタバコも今日でさよならしたいと思います。毎日飲んでる僕としては、もうこいつとおさらばするのはかなり寂しい気持ちではあるんですけど、皆さんはあれですかね、結構普段晩酌する人しない人多分多いと思うんですよ。もう僕の知り合いとかでも、平日はもう全然飲まずに休日だけ飲む人とか、まあ、はたまた外では飲むけど家では全く、要は晩酌って言われるものをしないとか、まあ、多分いろいろいるとは思うんですけどね。逆に僕は家で飲んでると結構飲めるんですよ。そういう人多分いますよね、動画見てくれてるファンの人でも。逆パターンの人もいるのかな。お家では結構な量が飲めるけど、外では飲めないっていう人とか、あとは外では飲めるけどお家では飲めないっていう人が、あれ何なんですかね、なんか、なんかそれこそ外とかで飲んでると、もう最初の一杯目ですら結構もう効いてきちゃって、もう顔とかも真っ赤になっちゃうんですよね。すごい。お家だとその分気を張ってないからかな、わかんないですけど、まあ、全然その点大丈夫ですね。基本的には僕はハイボールにはもう炭酸だけです。レモンとか一切入れないです。なんかレモンを入れるとなんかちょっとこう、もはやハイボールなのかなっていう感じの味がしちゃうような気がして飲めないんですよね、まあ、だからちょっと僕に至ってはもう炭酸のみですね。で、結構わりかし、どうだろう、もっと濃い人いるだろうからわかんないですけど、若干ちょっと濃いめでいつも飲んでます。その方がなんかこうアルコール飲んでるみたいな感じがするんで、はい、いつもはこんなバカでかいジョッキでは飲まないですよ。さすがに僕はサーモス の氷が溶けづらいやつですね。今日はちょっと動画のために分かりやすい感じで、今日はうちの奥さんもですね、ちょうどお出かけしてて いないんですよ。で、もともと動画を回す予定もなかったんですけど、まあ、せっかくアルコールを断つっていう、まあ、決意表明をした日なんで、まあ、あんまりそのまあ、こういう決意表明をすれば、やっぱり自分でそういう公共の場で言っちゃったっていうのもあるので、まあ、余計にね、自分にその、なんて言うんでしたっけ、足かせじゃなくて、まあ、けじめというか、なんというか、まあ、それですぐ飲んでたら飲んでんじゃねえかってなるじゃないですか。そういう自分へのね、そういう意味合いも込めて、今日は決意表明をしております。うまいぜハイボール。お腹がいっぱいになってきちゃ
このペースで伸びると、ここ最近の近況といいますか、まあ、そういう感じをちょっと今から喋っていこうかなと思います。なんかまあ今年、まあ今年というか去年、まあいろいろ本当に自分の中でもいろんな、例えばまあブレイキングダウンもそうですけど、いろんなチャレンジをしてきて、まあ、正直本当にもう毎日こう新鮮なことばかりですごく忙しかったです。でそれっていうのもなんかやっぱり日頃から応援していただいてる皆さん の, そのまあパワーだったりとかお声っていうのが大きくて、やっぱその分僕自身も皆さんのおかげで活動できたっていうのがあったので、本当にそこはありがとうございます。まあ、ただその反面で、まあ、やっぱり、まあ、うちの、まあ、奥さんだったりとか、まあ、あとは、まあ、お家を開けることもその分多かったんで、まあ、そのうちのワンちゃんたちとか猫ちゃんたちとかにこう寂しい思いをさせてしまったっていうところもあったんで、まあ、そこだけはちょっとまあ僕もすごく心残りではあるんですけど、まあ、でもやっぱりそういう、まあ、こういう挑戦できるような、まあ、なんていうんですかね、そういう、まあ、タイミングっていうのはもう本当に多分運命とか、まあ、あとは自分自身の気持ち次第だとは思ってるんですけど、まあ、だからこそ、まあ、やっぱり多少、まあ、その家に帰るというか、まあ、家にいる時間がちょっとこう少なくなってしまっても、まあ、今しかできないこととかっていうのもあるじゃないですか、生きてたら。まあ、そういうのを大切にしていきたいなって僕は常日頃思っているので、まあ、これからもですね、まあ、もし自分に挑戦ができるタイミングがあったら、まあ、できるだけ、まあ、自分が本当無理のないようにですね、できれば挑戦していこうかなと思います。まあ、本当にそれこそ5月1日からエステサロンの方も千葉県八街市の方でオープンしたんですけど、まあ、そのオープンに至っても、まあ、うちの妻が前からやりたいって言ってたエステサロンだったので、まあ、ようやくですね、今年の5月になってオープンできて、ファンの方もそうですし、地域の方だったりとか、それこそ埼玉とか神奈川の方とかからもですね、お客さんとしてこう来ていただいて、もう本当にありがとうございます。まあ、うちの奥さんも今ですね、まあ、一旦不妊治療の方は中断してるんですけど、もう本当にその仕事だったりとかそういうところに生きがいを持って今毎日毎日こう頑張ってますので、皆さんもしよかったら妻の方も応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。でなんかうちの奥さんが今日言ってたことがあったんで、まあ、まあ多分言っちゃってもいいと思うんですけどね、っていうのでちょっと今から言うんですけど、一応ですね、なんかそのエステサロンの方はなんかもう多分、ね、ホームページとかインスタグラムの方からのメニュー表の方も変わってるとは思うんですけど、なんかもともと結構うちのエステサロンの方は脱毛もやってるんですけど、その脱毛って基本的にはそのサロンさんってほとんどのところが男性と女性って結構値段の差があるんですよね。っていうのは、まあ、体が大きか、まあ、男性の方がでかいじゃないですか基本的には。であとは男性の方が、まあ、その女性より毛深いだったりとか、要は男性の方が高いんですよ。ただ、まあ、そういうところも差をつけずにやってあげたいんだよねっていうなんか意向があるみたいで、なのでうちのまあエステサロンに限っては今日ですね、今日から、女性と一律です。はい、脱毛ですね、はい、脱毛に限っては男性も女性も一律の金額でやるみたいなので、それこそまあ、これから夏になったりとか、まあ、肌を露出する季節になってくるので、毛がちょっと気になる方とか、ぜひぜひホームページとか概要欄の方にもあるんで、そこをチェックしていただけたらと思います。はい。で僕も全然本当は脱毛とかする気なかったんですけど、とりあえず2回やったんですよ僕。まあ結局自分たちで進めるからには結局 やった方がいいよねっていうことで、僕も結構生えてたんですよ。うちの家系でいうと父方の方はそんなに毛深くなかったんですけど、母方の方がまあそれなりに毛深い方ではあったので、顔とかは父親になんですけど、体毛とかに至っては母親の方に似てしまったので、それこそ足とかも結構なすね毛の量あったんですけど、今2回目終わって約1週間半ぐらいですかね、はい、
でかなり体感的には薄くなってます、はい、なので、まあ、もし男性の方たちもよかったらチェックしてみてください、まあ、全然宣伝とかそういうのじゃなくて、なんかうちの奥さんがそういう風にやっていきたいっていうことだったんで、一応うちの奥さんが伝えるか伝えないか分かんなかったんで、皆さんにご報告させていただきました。まあ、あとはですね、今住んでる僕が、まあ、千葉県の八街市っていうところなんですけど、まあ、これからちょっと八街市っていうところをですね、まあ、今以上に盛り上げていけたらなっていう思いがあるので、まあ、定期的にその由緒あるお祭りとかは別として、まあ、なんか八街市でイベント的なものとかそういうのができたらいいなとは思います。そういうファミリー層だったりですとか、まあ、あと若い子とか、まあ、いろんな年齢層の方たちに喜んでもらえるよう なんかイベントができたらいいなと思ってますので、まあ、それこそ八街にずっと住まわれている僕 の本当に仲の良い仲間たちがいるので、まあ、そういうね先輩方たちに助けていただいて、まあ、一緒に八街市っていうところを盛り上げられたらいいなと思ってますので、まあ、またなんかそういうイベントとか開催するときは事前に告知しますので、皆さん楽しみにしててください。で今日はちょうどそれこそ八街市で行われている八街ラーメン祭りですね。今回で八街でやるのは2回目なんですけど、もう前回も本当に大盛況だったの で今日も僕行ってきたんですけど、ものすごく美味しかったです。2日間とかそういうだけじゃなくて、翌週とかまたその翌週とかもやったりするので、皆さん八街市でラーメン祭りで出てきますので、もしよかったらチェックしてみてください。本当にいろんな全国のラーメン屋さんがあるので本当に美味しいので、もしよかったら来てみてください。よろしくお願いします。ということでですね、今日はちょっと一人飲みの動画だったんですけども、またですね来週中にちょっと重大発表させていただきますので、皆さん本当にちょっとその重大発表については楽しみにしてください。それでは今日はありがとうございました。皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。後藤祐樹という個人チャンネルの方で本気でキャンプ場を作っています。これからも動画をたくさん投稿していくので、ぜひぜひ個人チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。